ティルブルフは、オランダの北ブラバント州にある、基礎自治体で、オランダで、第6位の人口を要する都市である。ティルブルフの初期の歴史についてはよく知られていない。709年以降の文書に、ティルブルフの名前が初めて現れた。その後数世紀、ティルブルフについての言及が途絶えてしまう。中世後期、ティルブルフは、町や村という集落ではなく、 地域一帯を指す名称であったと思われる地域には2つの集落がありその一方が東ティルブルフと呼ばれていたこの集落の中心の丘には木造の小さな城か塔があったと思われるが数世紀後には取り壊され現在その痕跡は全く残っていないただし 城を取り囲んでいた堀の跡をわずかに残されている。14世紀に入ると、ティルブルフは、荘園となった。近隣の町ホールレと共に、ティルブルフとホールレの荘園という称号を獲得した。荘園の権利は、継続して育名家の貴族家系の領主のものとなっていった。彼らは、村から支払われる税、高級品、利息から収入を得ていた。15世紀、 ティルブルフ領主の一人であるヤンファンハストレヒトがティルブルフ城を建てた。ハッセルトにある石像の大広間はいくつかの歴史的文書に記載が残されている。不運なことに1858年に城は工場を作るために取り壊された。しかし今も死の紋章の中に残っている。城の原型のレプリカが1995年頃。 工場が去った後の元々の場所に復元された。1803年、ホールレがティルブルフから切り離された。1809年、ティルブルフは都市圏を得た。その都市の人口はおよそ9000人だった。ティルブルフは家畜の地と呼ばれる場所に成長した。羊の餌のため牧草を集められる土地であり、砂室の道が3つ交わる小区画であった。 こういった三角形の形をした区画は今もティルブルフ市内の多くの場所の設計に反映されている。これらの村落に住んでいた貧しい農夫たちは養毛を売ることをやめ自身で盲石することに決めた。長きにわたり彼らの非常に小さな自宅は食器で占拠されていた。17世紀にティルブルフにあった食器の数はおよそ300だった。企業に飛んだ人々が 飛躍の機会を見出した。副事象と呼ばれてもいた彼らは、宝石業者が家内で仕事するための原材料を供給したのである。ティルブルフ初の作業所ができた。その時点から、羊毛産業が急速に成長し、1881年にはティルブルフに145の作業所があった。家内製宝石は続行したが、それは20世紀初頭までだった。 ティルブルフ製の毛織物は広く知られていた。第二次世界大戦後、ティルブルフはオランダの羊毛の首都としての地位を保持していたが、1960年代に入って産業が衰退した。1980年代には羊毛作業所の数は片手で数えられるほどに減った。現在のティルブルフの産業は多様な企業と業種に支えられている。ビレム2世は、 常に恩情をティルブルフに対し表した。ここに来ると私は自由に呼吸でき、幸せを感じる。と、彼はかつて町で言った。ビレム2世は常に財政面からティルブルフを支援した。彼は羊の飼育を改善し、新たな農場を建て、ヨゼフ通りに弊社を創設した。王はいつも数名の友好的な製造業者から歓迎を受けていたので、彼はティルブルフに 自身の邸宅を必要とした。宮殿は19世紀半ばに建設された。ビレム2世が亡くなる数ヶ月前、彼の宮殿が完成した。宮殿は現在シティホールの一部となっている。1987年、宮殿に近接して、ビレム2世を記念するオベリスクが建てられた。1874年からあった古いものと取り替えたのである。修復後、ビデム2世像は、 再び彼がかつて市民の間で幸福を感じたであろう。市の中心部に据えられている。ティルブルフでは多くの祭りが開催される。フェスティバルムーンである、ジャズフェスティバル、インディーズ系フェスティバルなどがある。ベネルクス諸国最大とも言われる移動遊園地が毎年7月に10日間開催される。移動遊園地開催時の月曜日はピンクの月曜日と呼ばれ、同性愛者たちが集い、 異性愛者たちも楽しむイベントとなっている。ティルブルフ基礎自治体には次の地区が存在する。高速道路 A58、A65、A261 が自治体を通過しているオランダ鉄道のティルブルフ駅からの主な列車はロッテルダム中央駅、デンハーグ方面へのインターシティが1時間に2本、内命編方面へのインターシティが1時間に2本、運行されている。 アムステルダム中央駅へは、スヘル島ンボスで乗り換えて約1時間30分、かかる。ありがとうございます。